ちゃんくんぽんちゃん、おはようございます。今日はいい天気だね。あと少しでこちらの窓は日がなくなるよ。南側に移動するならもうそろそろだと思いますけど。逆光だったね。はい、どうした？やべ、どうしたのかな？ジャン君、チェック。また運動しよっか。これどうですか？これ。ポンちゃん出たよ。
ともっとスピードつけないとね。ポンちゃんは何ですかこれ。ポンちゃん、ポンちゃん、よいしょ。入んないな。2021年になってからですね、初めての詣、初詣はちょっと事情があってできない、うちだったので、初めての詣です。さあ、それも3月20日を過ぎてからね、あ、これ、このぐらい間隔を上げようっていうこと。コロナ対策はこんな感じでされているようです。あ、お水は出てるね。でもはゆすがない方がいいかな。手だけにしようか。あ、なんか決まってきた。こっち、あ、忘れた。あれ、こっちに入ってなかったっけ。ピッピでいいや。いや、私ね、ハンカチってさっき言おうと思って、あ、でも、まあ、入ってるけど使ってなさそうだったから、入ってるかもって思っちゃった。
じゃあ25円。もののけ姫みたいな世界になるかな。ちょっと明るいか。もっとじめっとしてないかね。神社の参拝を済まして、その後まだ足を踏み入れたことのない、すごい近くでも、行ったことないとこたくさんありますので、冒険へ出かけます。多分すぐくじけて戻ってきます。はい、つくし畑を発見しました。よいしょ。坂を登ってきたら少し視界が開けました。山です。山が見えます。ただ山に行くにはかなり距離があります。メダカがいるらしい。まだ外に出てないのかな。タニシは結構いる。意外とこれが天然の水源だったりするからすごいよね。だって結構綺麗だもんね。ちっちゃい松ぼっくり。松はどこやん。これか。これ。へえ。ちっちゃい。かわいい。なんかすごい枝ぶりの裸の木です。なんだかわかりません。この実は何でしょうか。でも木肌がツルツルしてるから猿滑りかもしれません。いろんな猿が滑った跡でしょうか。ここ痛いよ。そこなんでそんなでここ